疲れ様です。スナックです。今日は自分の方でやりたい企画があって、アラさんとタイキさんを呼んでます。そろそろ来ると思います。もうちょっと待ちましょう。めっちゃマニアックやん。ちょっとバリ風な感じ。サンナさん、エッチだな。なんでバリ風なの？あ、撮ってる。何？撮ってる。何？ちょっと待って待って。撮ってる。あれ、それ企画系なの？何？めっちゃ撮ってるけど。鼻毛とかたまに出ることあるじゃないですか。鼻毛は、あ、ある。確かに。はい、ごっそり脱ぎましょう。あ、出た出た。はい。やべったい、何に女の子出したんだ、スナック。隠れだ、何もねえんだ。もうやり方全然わかんない。紙コップと割り箸を鼻に突っ込んで、ガッと。割り箸？全部だよ。そんな入れんの？いや、でも3人分なんで、結構いっちゃっていいと思う。3人でなんで俺やんの？美意識高くいきましょうよ。割り箸でいきます。あ、割り箸が、なんかさ、はい、あのこういう丸いやつじゃないの？それがついてなかったんですよ。偽ゴッソみたいな感じなんですよ。もう題名決まりましたね。なるほど。え、そのスナックはやったことあるの？はい。あ、やったことあるんだ。はい、そのやってる、やった時にさ、はい、3分これ待つじゃん。うん、待ってる時スナック何やってる？面白くない。じゃあ、待って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 。あ、体幹。体幹。すげえ。ここグーって低くだ。ここで低くしてここ。あ、これいいね。なんか。大丈夫？嘘、マジ？臭い、焦げ臭いんだけど大丈夫？え、カジ何？え、臭いけど。カジじゃないよ。焦げてる。焦げてるじゃない。焦げてるじゃん。なんか一回止めな。何してんの？焦げてんの？下の方焦げてる。うわ。え？今焦げてる。いや。くせ。何なの？大丈夫？くさ。いやでも。コンコンされちゃったんで。ちょっと静かめに行きます。ごめんなさい。近所の人に怒られちゃったんで。大変失礼いたしました。すいません。お隣さんから苦情が入ってしまったので、ちょっと今回のこのゴッソの企画は中止にさせていただきたい。申し訳ないです。すいません。こんなになると思ってなかった。ちょっと僕らも騒ぎすぎました。いつも一人なんで。すいません、申し訳ないです。君らも友達だから。この動画が良かった人はグッドボタン、悪かった人もグッドボタン、そしてコメントの方もよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。グッド目でした。